昨日もや、夜21時か22時で閲覧 500? やめろやめ配信、お前。女と一緒で幸せにして、結婚して働いて養え。てめえなんて配信者じゃねえんだ、バカが。おい、金雑魚聞いてるか、お前。お前が配信者じゃねえんだよ、おい。かすか、お前。なあ、間違ってる？ねえ。いや、間違ってるのは言ってよ。うん。金梅さんに対して、ねえ、間違ってないでしょ？うん。カスや、お前。寒いんだよな。じゃあ、誰だか。変な電話めっちゃかかってきたな。変な電話が、いや500だったよ。俺見たもん。ペルソナ 5R をやりながら金梅さんの放送を見てたもん、ずっと。うん。でめっちゃね、なんかね、囲い込めしたなって。うん。なんかあの昔金梅さんがやってきたことがあるからね、今からやっていけるんだみたいな、そういうコメントがめっちゃ流れてる。うん、閲覧が500でね、アンチも書くじゃんコメントが。うん、で見てたんだよ俺、ペルソナやりながら。ペルソナーっつってね、ペルソナね、やってたんだけど、それで見てんじゃん俺、暇だからペルソナやりながらそのつけてね。うん、ああだったらもうおしまいだよね。うん。だってさ、一言だけ言うよ。今まで配信で生きてこれたのは、リスナーのおかげじゃん。うん。そういうリスナーのことをね、ちゃんと考えないで、自分の欲望、それこそね、欲望に生きてもいいと思う。ゆいがみたいに面白ければ。だけどさ、金梅さ、お前の欲望はつまんないんだよ。なんでさ、ユイガみたいな欲望は面白いよ。ね。女が好きでさ、女でやりたいとかさ、ね。ニカピーと付き合う付き合わないとかさ。だけどさ、お前さ、首筋女とさ、ね。それで付き合ってやって、閲覧が下がってんのは、なんでかわかんねえじゃん。面白い風にやれよ、配信だったら。だからそれができないんだったら働け。おい、金梅、てめえ、ゴミが。いや、ゆいがなんか面白いじゃん、今。ああ。ゆいがなんてめっちゃ面白いぜ。金雑魚と比べたら。そうじゃない？金梅とゆいがだったらどっちが面白い？ゆいがのが絶対面白いだろ。まあ。カスが、お前。まあ、それは言いたいの、俺は。なんでそれをやらなきゃいけないの？もう金梅さんとかも本当にさ、もう本当にオワコンだよね、マジで。金梅さんマジでオワコンだ。オワコンっていうか、そんなに好きな女がいるんだったら働いたら、そういう気持ちが起きない時点で、お前はクズだよ。なあ、金雑魚。なあ。だって俺は本当に好きな女ができて愛したいと思ったら働くもん。このね、この足が悪くても働くもん。こんなことやらないよ、俺。そうでしょ。うん。人からさ、金よこせってさ、こじきして。そんなで女を幸せにできるわけないじゃん。でしょ？ねえ、金梅さん。聞いてる？うん。ねえ、そんなさ、女を好きで、愛して、配信がかそるんだったら、もうやめな。惨めすぎるよ、もう。やめた方がいいよ、金梅さんも、配信。マジで。あ、特命さんです。特命さん3発あれだっせ、花火。あれだっせ。
そうだ、もうその子のために働いた方がいいと思うけどね。愛されない、俺愛されなくていいよ、俺は。もう、愛されるないよ、俺。うんこ漏らすし、しょんべん漏らすし、歩けないし。俺はもう愛される。だから俺はもう配信で生きていくしかない。うん。配信で行くしかない。だから俺、羨ましいけどね。金梅さんが、ね、金梅さんがだって、そんな、もう、配信で、閲覧のために生きてきた金梅さんが、もう閲覧を捨てて、ね、閲覧500とか、400とか300とか、ゴミになって、配信やってんだもん。羨ましいよ。逆に。そんな閲覧500とか300とかでさ、配信できて、ね、何も思うことがない、ね、好きな女がね、あんなクソババアみたいな。うらやましいよ。うらやましい。人生謳歌してたや、金梅さん。あんなクソババアとよ。いや、マジで。いや、マジで、ほんとそう思わない。あんなクソババアによ、な。あんなクソババアと一緒に配信してさ、閲覧が500とかになってんだよ。で、どこに本気になる要素があるんだよ。バカなんじゃないの、ほんとに。いや、ほんと笑えるよな、金梅さん、マジで。で、それ好きとか言ってさ、100万円の指輪をプレゼントしたとかさ、ほやほや、いや、さすがにない、気持ち悪い。気持ち悪い、マジで。金梅さん。お前が、ね、求めてきた配信は何だったんだよ、金梅さん、マジで。閲覧のために、閲覧のために生きてきたんだろ？そこをね、変えちゃうんだ。あんなクソババアで。配信のために生きてきた人間が、閲覧のために生きてきた人間が、ね、あんなクソババアなんて、どこがいいんだよ。なあ、金梅さん。本当に。長旅？長旅じゃないと、自分の精神を維持できないんじゃない？まあ、結局だから家に帰っても一人でやっても閲覧稼げないから、金梅さんは。もう。いや、俺金梅さん好きだよ。だからじゃあ忘年会にも誘ってるし、俺金梅さん好きだよ。バカうま。そろそろアビはもう結構もう15時か。あと15分ぐらいか。じゃあ、閲覧2000でバカウマ発表します。閲覧2000、あと70人。バカウマ、もう絶対的なバカウマがいるから。もう本当に。もうこけ下ろしてやるよ。あと50人でバカウマ発表じゃ。もう、完全に絶対、俺、4着以外沈むって思ってるもん。この馬が。絶対来ない。4着以下。絶対俺沈むと思うな。閲覧2000で公開したさ、バカ馬。閲覧2000で。そろそろ行くよ、だって。あと、40人やから。うまっ。うまっ。いや、今日は朝日線あるから。さあ、あと、閲覧50人でバカウマ発表。バカウマ。閲覧39人でバカウマ発表。バカウマ。ね、あと、閲覧20人でバカウマ発表。2000人で閲覧ね。俺ってすごくない？ねえ。だって一人で酒飲んで競馬やってるだけで閲覧2000とか3000行くんだよ。他誰かできる子なの？芸当が。
ゲートできます？セイジーでも、ゼロワンでも、パルパでもできます？一人でこうやって家で配信してて、こうやって。できないよね。できるわけないじゃん。家で配信してね。2000人でじゃあバカウマ発表してる。2000人で、閲覧2000で。閲覧2000でバカウマ発表してるよ。閲覧2000行ったら。あ、2000行った。あ、じゃあバカウマ発表しますね。じゃあ。今回2頭います、2頭。ね。2頭います。絶対買ってはいけないバカウマ。まず1頭目ね。1頭目。2頭います。うん。まず1頭目います。インディーチャンプ。まだ買ってないね。池添えのインディーチャンプ。まさかとは思うけど、お前ら買ってないね。インディーチャンプ。3番人気のインディーチャンプ。これはない。バカなんじゃないの？インディーチャンプ。ね。もう、左回りでは、ね。負けてんだよ。うん。あ、右回りか。京都は右回りか。右回りで、ダノンプレミアムに、ね、子供扱いされて負けてんだよ。来るわけない。バカなの。ね。池添とか天乗りで、来るわけないじゃん。福永乗れねえんだから。うん。バカだろ。インディーチャンプをね、買うやつはゴミだよ。一言言ってやるけど、インディーチャンプ。ありえない。うん。池添なんか来るわけねえじゃん、バカが。お何回池添にわか、騙されてんだ、お前ら。うん。俺も池添もうね、買って何回騙されてるか。池添健一とか、天乗りで。バカなんじゃないの、うん、な、インディーチャンプだよ、お前。うん、もう、ね、ダノンプレミアムに子供扱いされてる時点で、買える要素がなんもないね、うん。インディーチャンプとかも。バカじゃない、うん、で、インディーチャンプより絶対買っちゃいけないバカ馬を教えます、じゃあ今から。絶対買っちゃいけないバカ馬は、インディーチャンプでね。インディーチャンプならまだ、買って、まあ、3着、まあ、ワンチャン3着に来る可能性あるけど、まあ、4着以下に沈むと思うで、インディーチャンプは。まあ、3着来る可能性は、ワンチャン。2着と1着はないけど、インディーチャンプは。うん、ね、今回、絶対買ってあげないバカ馬。教えてやれよ。な。ダノンキングリー。で、お前らまさか、ダノンキングリ買ってんの？ない。もう、絶対ない。100% ない。ああ。ダノンキングリは 100% ないから。3歳とかレベル低いじゃん。3歳まで何回騙された？サートルナーリア。ね？みんな騙、ね、サートルナーリアしっかりみんな騙されたよ。3歳はレベル低いって。ね？なんだっけ？エリザベス女王杯でも、ラブズオンリーユーとかさ、ね？もう3歳は、今年はもう3歳は、レベルが低いの。もうその時点で、ありえない。なんで買うの？ 3 歳弱いのになんで買うの？で、マイルチャンピオンシップなんて金量差がないんだよ。1キロしかないんだよ。1キロしかないのに、買っちゃダメじゃん、ダノンキングリーとか。しかも前走を出遅れて、今回も出遅れかもしれない。もう、真骨頂だよ。横山のりひろの、ね、後方の最高もポツン。ね、終わり。それで。前走ダノンキングリー出遅れたじゃん。うん。それは、ね、ダノンキングリーは、だから、戸崎だから、まかないだ。だから、横山のりひろね、あんな老害。ね、来るわけないだろ。バカが。何が横山のりだよ、お前。来るな、あんな、来たら、な、土下座してるよ。な、丸坊主して、ね、一着になったらよ、ダノンキングリーがよ、丸坊主にしやれよ。
バカが。うん。ちょっと証明してみよう。来たら丸坊主で横山の家。もう絶対出遅れて後方ポズンが分かってるから。もう。サノンキングリとかマジで。もう、ダノンキングリを買うやつは大バカだね。もう競馬やめた方がいいレベル。ダノンキングリとかマジで。マジ、ダノンキングリーはないでしょ。バカじゃないの。横山のりひろとか、お前。競馬舐めんじゃん、まず。老害。あんな奴が一着で来るわけねえだろ。なんかダノンキングリーなの。小崎だったらね、いいけど。横山のりひろとか、お前。で、遅れて、後方ポツンで終わりだ。で、遅れんだから、ダノンキングリーなの。で、あと、それで内枠で裁けず終わり。もう絶対分かる。一着ね。だって、インタビューとか、思い浮かぶ。横山のりひろが、ね、インタビューね、勝利、ね、テレビで勝利インタビューだから、